堺市立浜寺中学校は大阪府堺市西区にある公立中学校。現在は堺市立浜寺東小学校、堺市立浜寺石津小学校の2つの校区の子供が主に通学している。学生改革と同時の1947年に堺市で最初の中学校9校の一つとして創立した。その後生徒数の増加により、日中学校が 分離開校している。学校は四つ池遺跡の上に立っている。1947年に堺市立第六中学校として開校した。開校当初は当時の校区内の堺市立浜寺小学校、堺市立浜寺石津小学校、堺市立浜寺昭和小学校の3カ所に仮校舎を設置していた。1948年には、 現在地に統合移転している。1950年には、堺市立中学校で番号での公明ではなく地域などを取り入れた公明へと変更する方針が出されたことに伴い、堺市立浜寺中学校に改称している。また当時の堺市立大鳥小学校校区のうち、半和線異性の地域も調整区域として校区に入った。生徒数の増加に伴って、 マンモス校となり、1978年には、従来の校区から大鳥小学校校区を分離して、堺市立大鳥中学校が開校している。また、1994年には、従来の校区から浜寺小学校、浜寺昭和小学校校区を分離して、堺市立浜寺南中学校が開校している。ありがとうございます。